手取渓谷にやってきました。あそこに看板ありますね、白山手取川ジオパークで、綿ヶ池憩いの森っていうようですね。綿ヶ滝を遠望できます。現在地がここで、はい、ずっと行くと綿ヶ滝があると、でこっちに展望台があるということです。綺麗なトイレがありますね、はい、ここを降りていくと滝壺の方に行くんですかね。天皇陛下植樹記念の森だそうです。うん、だからもうなんかほら高知のなんか山本の滝とか言ったらもうボールよ高知の滝と比べたら悪いやな。ジオパークですからね。あ、渓谷なかなか見事ですよ。いや、すごいや。ちょっとあの木が邪魔で見えにくいですね。こっちもあるね。うん、下へ行きましょう。はい。左側が綿ヶ滝、落差32メートル。これは行きはよいよい、帰りは怖いというやつですね。うん、すごく迫力はありそうね。この階段はかなり厳しいですよ。遊泳禁止。いや、素晴らしいです。はい、降りてきました。あ、この渓谷もすごく綺麗。まあ水は濁ってますけどね、素晴らしい渓谷じゃないですか。あれをずっと降りてきたんですよね。いや、綺麗な渓谷です。あそこに展望台あるね。あそこ行こうよ。下流側まで歩いてきました。で、ずっとあの渓谷を行ったところに展望台が見えてるんで、あそこへ行きましょう。はい、ではあの階段登ります。お花がいっぱい咲いてます。はあ、登りが応えます。なんとか駐車場まで上がってきました。では展望台に向かいます。はい、展望台までやってきました。さっきの渓谷が見えるでしょうね。うん、あ、滝も見えてるじゃん。ちょっと茂りすぎ、うん、
はい、残念ながらあまり渓谷は見えないですね。はい、こんな感じでした。では戻りましょう。はい、駐車場まで戻ってきました。ここまでで22分、0.98 キロ、累積標高差26メートルでした。とっても綺麗なとこでしたが、あの階段にやられました。では移動します。